批発とは、故障か故障属に属する鶴性肝との一種である。インドナガ故障とも呼ばれる。果実は故障に似た風味を持ち、故障と同様に、スパイスとして利用されている。輪廻の植物の種で記載された植物の一つである。そもそも故障を意味する英語の、ペッパーは、サンスクリットで批発を意味する、ピープリンに由来している。和名の批発も、 看護由来の道元の名称である。なお、英語で、ロングペッパーと呼ばれる植物には、同族の批発もどきもあるが、こちらは、インドネシアのジャワ島などに分布する別種であり、ジャワナガコショウとも呼ばれる。ツル製の木本であり、茎など若い部分には細かい毛が密生する。葉は、五星、傭兵は、長さ09センチメートル、茎の基部につく葉の傭兵は長いが、 茎の先端側の葉は、ほとんど無柄。葉心は腎臓型や卵型から、卵状楕円形、6から12、3から12センチメートル。先端は尖り、茎の基部側につく葉では、葉心基部が心形で大きく貫入し、葉縁は、全縁。葉の表面は、暗緑色で光沢がある。一バナジ女一ビット、目花女安心植物画家機は50月、有 花序は葉に体勢上について直立する。お花序は細長く、長さ四から八センチメートル、直径約三七ミリメートル、お、mm、花のツとは幅約一点五ミリメートル、おしべは二個、花糸は非常に短い。メ花序は、長さ零点六二点五センチメートル、直径24ミリメートル、メ、mm、花のツとは幅約一ミリメートル、中等は三個。果実は、角果。 直径約2ミリメートル。これが集合した、果樹は直立し、円筒型で、長さ0.73センチメートル。栽培用に輸入されたものを含めて、中国南部から、インドシナ半島、マレー半島、フィリピン、インド、セイロンなどに分布している。乾燥させた被発の時期、被発の果実は乾燥させて、香辛料として利用され、また気薬ともされる。そのため、 果実を採取するために広く栽培されている。胡椒とは異なり、多数の果実が軸についた状態のものを乾燥して使用するため、長胡椒と呼ばれる。類縁種の飛発もどきも、長胡椒と呼ばれ、実用的には分けないことも多い。飛発は、インド長胡椒、飛発もどきは、ジャワ長ョウとも呼ばれる。香辛料としては胡椒に似ているが、より刺激的な風味を持つ。 一方で、シナモンのような甘い香りがあるとも表現される。果実は、コッショウと同様、アルカロイドのピペリンを含んでおり、これが刺激性の原因の一つとなっている。飛発は、紀元前6から5世紀頃、ヒポクラテスによってギリシアに伝えられた。彼は、飛発について、初めて書物に記したが、香辛料としてではなく、 薬剤としてであった。その後、ギリシャ人やローマ人にとって、批発は重要かつよく知られた、香辛料となっていった。ただし、古代においては、批発と胡椒はしばしば混同されていた。ローマ人はどちらも、ピペルと呼び、ダイプリニウスさえも両者は、同じ植物に由来するものであると信じていた。ヨーロッパでは、12世紀頃から胡椒が批発と、競合するようになり、 14世紀には、より安価で配給が安定していた故障が優先されるようになった。故障供給源の探索は、大航海時代に一気に盛んになり、また新世界と唐辛子の発見によって、ヨーロッパにおける飛発の需要は低下していった。唐辛子には乾燥させると飛発に似た形状と風味を持つものもあり、様々な場所で容易に栽培できる唐辛子は、ヨーロッパ人にとって、 より便利だったのである。今日、批発がヨーロッパの一般市場に流通することは少ない。上記のように近年では批発がヨーロッパの料理に使われることは少なくなった。しかし、インドのピクルスや北アフリカのミックススパイス、インドネシアやマレーシアの料理には現在でも用いられる。インドの食料品店では容易に入手でき、普通、ピープリート、 表記されている。アーユルベーダにおいて、批発はよく使われる薬草である。アーユルベーダの書物では、批発は最も強力な薬草の一つであり、長寿を促すものとされている。日本でも2016年から2018年にかけて、テレビ番組で、血行改善に良いと紹介され、消費が急増している。ありがとうございます。